ブライトン、さらに二人を補強し限界突破。カジオールとオライリー両方ヒアウィーゴー来たか。ちょっとブライトンやばすぎない？マジでブライトンのフロント有能すぎるだろ。ブライトン、売るのうまいけどお金も結構使ってるよな。結構有望なのを一流にする商売だよな。ブライトン狂ったように金使ってて面白い。ブライトン怒りの大補強で草。ブライトン今シーズン補強すごいな。うまくいけば CL 圏争いできそう。オライリー完全にブラフだと思ってたからマジでびっくりしてる。今のブライトンのスカッと見てると EL も CL も期待できちゃう。こうなるとダンクのバックアッパーまで欲しくなる。ブライトンさんバリバリに補強してるけど一向に CD いかないのなんでだろ。 DF ラインが一番心配なんだが。ブライトンさすがに貯金全部なくなったんじゃないか？